イメラジオ第4267回、今日は令和4年11月12日土曜日です。時刻は午前9時、横浜港北、土曜の朝が来ました。空はブルースカイけれど薄く雲もたなびいている、そんな土曜日の朝、港北の街並みが輝いて見える、そんな時刻です。窓を開け放しての放送、4267回、今回は黒田総裁と神谷議員、こんなタイトルでお話しましょう。黒田総裁と神谷議員。日銀の黒田総裁に国会で参政党の神谷議員が質問をする、そういう場面がありました。前回神谷さんが財政について財務大臣とか、あるいは財務官僚とかにやはり国会で質問している、そういう場面を取り上げましたが、今回は日銀総裁に、国会議員になればこのように要人に対して質問ができる、これはいいことで、そしてこれを参政党が最初から従前に利用しているということは、これぞ政党のあるべき姿。ですから参政党はこの国会議員一人出した参議院議員の神谷だということで、財政そして金融、これに絞って国会活動をしていこうと思われます。参政党が選挙の時に掲げていた食と農業とか教育とか、あるいは国防、この漠然としたものとは関係のない、そしておそらく参政党の党員の総意を得たわけでもない、この財政金融というテーマで参政党が国会に切り込むこと、まあある意味やむを得ない、できたばっかりだから、けれど次はこの財政とか金融を党の柱に据えていく、徐々にね、だって国会でそれやってるんだから、そうするべきでしょう。さてその神谷さんの質問なんですけど、結局黒田さんにですね、財政出動をやらなきゃダメでしょうという、そういう質問なんですよ。いくら金融緩和やっても、その緩和が国民のもとに回っていかない、そしてその緩和したお金がどこ流れてるかというと、実は株であったり ETF であったりリートであったりコマーシャルペーパーであったり、これだと金融緩和が大企業優遇のそういう政策なんじゃないかと疑ったりもします。神谷さんこんな質問してますね。でそれに対して、まあ、黒田さんの方は割としれっとね、財政出動というのは政府および財務省の管轄なので日銀代表の立場からコメントは差し控えますっていう、そういうこと。ただし企業への貸し出しっていうのは伸びてますよと、そういうことも言ってますよね、黒田さんは。ですから日本経済が今どん底で
ものすごく悪いというわけではない。銀行から企業への貸し出しも増えている。ただしインフレ率は 2% いかないと。で、世界が今 8% から 11% という数字を黒田さん挙げていましたが、それくらいのインフレを抱えているときに日本は 2% いかないと。あ、いいじゃないかと。世界がインフレで苦しんでんだから、日本は 2% もいかないっていうなら健全じゃないかというのは、まあバカな話で、それだけまだデフレが深刻だということなのね。で、この供給と需要、そしてデフレというのは供給の方が多い、こういうことですね。そして神谷さんも今回、もし今後日銀が利上げしたら、もし今後日銀が世界各国の中央銀行と同じように利上げをしたら、その需要の方を下げてしまうんじゃないのか。ただでさえデフレというのは供給が大、需要が小なのに、もしここで日銀が利上げしたら、そのただでさえ少ない需要をますます少なくしてしまうんじゃないか。神谷さんのこの指摘は正しくて、ですから黒田総裁も、まあ、はっきりとは言わなかったけど、日銀が世界各国に合わせて利上げをするような見通しはない、はっきり言わなかったけど、まあそんな感じでしたね。確かに今日銀が利上げしたらもう日本経済むちゃくちゃなるでしょう。ちょうど黒田さん言ってたみたいに、実質賃金は下がるし、設備投資も下がるしという、もうそれはもう誰でも分かっておったので、日銀は金利を上げることはできません。で、CBDC、 これについての話がやっぱり今回の神谷議員の質問のメインです。 CBDC 聞いたことないですよ、こんなの。 CBDC だから、まあ、CBDC、CBDC っていうふうに、神谷さんも黒田さんも定義なしに言ってるもんだから、なんだろうって思っちゃいますけど、これはセントラルバンクデジタルカレンシーですね。セントラルバンクデジタルカレンシー。要するに中央銀行デジタル通貨ということです。だから、ちょうど、マツダプランの、こう、片鱗みたいなものを、神谷さんがここで、出してきた、国会でね。これも良いことです。政党は選挙の前に、その自分の党の政策なり特色なりを有権者に打ち出して、そして当選したらそれを政策なり国会活動なりで生かしていくっていうのが、まあ当たり前の姿なので、まあさっきもお話したように、全然選挙の時一言も言わなかった財政というのを国会活動で主たる目標にしているのは、主たる分野にしているのは、まあ、奇妙といえば奇妙なんだけど、まあそこは目をつぶってですね、マツダプランというのは、まあ選挙の時にもちらちらっとは話に出ていましたね。というより、夢ラジオでも話してましたけど、参政党の政策にはマツダプランぐらいしかまともなものがなかったので、政策と呼べるようなものが。それを今回神谷さんが出してきた。で、この今は緩和してもそれが市中に流れていかないこの状況を、この CBDC 中央銀行をデジタル通貨にすればより流れていくんじゃないのか。そして神谷さん踏み込んで、日銀がね、この通貨、デジタル通貨を発行して、それをそのまま、国民に流すっていう、こういうことはできないのかと。けれど、やっぱこれはさすがにできません。黒田さんがすかさず言ってたように、そういう国民に給付するというのは、日銀がやる政策ではなく、つまりさっきと同じですよ。政府や財務省が行う、そういう政策なので、お答えできません。ただしですね、このデジタル通貨を導入したら、例えば政府から国民への給付というのがデジタル通貨で行える、あるいは国民、
まあ、個人ですね。個人と店舗の間での決済がデジタル通貨で行える、こういうことが可能になってきますから、そしてそれを世界の中央銀行でも検討しているところもあればしてないところもある。だから日銀としてはそれは、そのデジタル通貨の発行っていうのは考えていないわけではない、いやむしろ前向きに考えようとしてますみたいな、やっぱこれもまあ総裁ですからはっきり言わないんですけど、まあ、そんな感じの響きでしたね。だからマツダプランって無意味だとか、マツダプランってダメだというお声もあるようですが、私選挙の時からこの参政党の中で見るべきものあるとしたら、このマツダプランぐらいじゃないのかという、そういう指摘させていただいて、今もそう思いますね。ですから、この財政から入って、そしてこのマツダプラン、デジタル通貨の発行、これを参政党が国会の場でどんどん取り上げていくなら、それは政党としての、まあ、あるべき姿、まっとうな姿というふうに言っていいと思う。だから今回のこの神谷議員による黒田総裁へのこの質問、これも非常に意義のある。そして実は注目した人はこれ多かったと思いますよ。政治のプロであればあるほど、おっという感じで、参政党やるじゃないかと。全然話題になってませんけどね、これ。だけど前回の、財務大臣への質疑といい、今回の黒田総裁への、日銀総裁への質疑といい、神谷さん、ここではいい仕事をされていて、参政党の株が上がっていますね。夢ラジオ2467回、今回は黒田総裁と神谷議員お話しました。土曜の朝です。